新年明けましておめでとうございます。本年も子どもアニメ声優教室をよろしくお願い申し上げます。子どもアニメ声優教室ツイキャス。この時間は子どもアニメ声優教室の DJ コウタ中学1年生がお送りします。本日のゲストはまなみこうによろしくお願いします。よろしくお願いします。出ましておめでとうございます。おめでとうございます。ああ、よかった、ずっこけなくて、本当に。新年だよ、新年。新年ですね。新年ですね。もう1年早いですね。おせちみんな食べました。もう食べてない。なんで？美味しいのに。おせちってもうね、そんな好きじゃない。好きってない。もにょもにょもにょ。はい、本日のトークテーマは。ででん2020年イエーイ、ハッピーニューイヤー。2020年、今年いっぱいありますよ。ですよ、東京2020ですよ。そうね、オリンピックかも。全然興味ないけど、でもなんかね、オリンピック東京でやるじゃん。外国人多分いっぱい来るでしょ。ああ、そうですね。だから英語の勉強しないと。めんどくさい。しないと、絶対しない。あっちで何か言われたらね、返してあげないと。いや、もう無視しない。怖い。だって外人さん綺麗だけど怖くない？ちょっと話せないし、あっちも怖いだろうけど、話しかけないときて英語じゃないのが一番さ、できないよね。英語すらも返せないのに違うわ来たらもう無理で。ああ、他の今年ね、わかるかよ。頑張りたいことはいっぱいあるよ。そういう頑張れないこともいっぱいあるよ。人だもん。それでね、まあ本当になんだい。で、あれだよ、今年の4月には新学年になってる人も多いんじゃないですか。そうですね。いや、もうなるでしょ。なるよ、もう3ヶ月だから。あと、まあそうだよ、私も高3だよ。最悪。受験する人は受験してさ、受験生だよ。なんだよ、もう社会人になる人は社会人になるかもしれないけれども。新米ですね。大学デビュー、高校デビュー、いろいろあるとは思いますが、イメチェンして恋人作るぞみたいな人も多いんじゃないですか。イメチェンしてさ、昔の人に会うとさ、嫌だよ。はい、なんかね、イメチェンするじゃん。高校行くからっつってさ、パッキンにしたりね、金髪にしましたでさ、メイクでバリバリしたり、中学校の同級生じゃねえな、中学校の人にさ、何々じゃん、地味だったのにとか言われるのが一番嫌で、一番恥ずかしいやつ。最悪ですね。それをなんか友達にマウント取ってる時に会ってたら、ちょっとそのもう中学の時のバリバリでとか言ってる時に「あ、何々じゃん、ジミコジミコ」って言われるの嫌じゃない？ってもう今更まだあれやってんのかよと言われたら一番嫌なやつ。かわいそう。2020年ね。はい、2020年どんな年になるんだろうね。いろんな曲も出たり、動画出たり、いろんな YouTuber も出たりするんじゃね。まあ、騒動とかもあるでしょうね。新しいゲームね、発売もしてほしいですね。不倫だの、浮気だの、結婚騒動、離婚騒動。あ、そうだ、お年玉もらいました？もらったよ。へえ、親戚に？いや、おばあちゃんと親からもらいました。おお、親戚はまだもはいはいはい、まだとかそういうのないから。はい。で、今年はまあ何円もらいましたか？数えてないし、まだ使ってない。つまり数えてないほどあると。数えきれないほどあると。もらえる額は違うんで。でもまあ貯金されてるってことにして、使われてたらどうしようとか思わないことにして、いろいろもらえたらいいな。お年玉じゃない、使うとしたらゲームソフト。夢ソフト。ちょっと気になるゲームソフトがありまして。それを買うために。はい、2020はそれ三昧かも。そうだよ。それだから新しいやつとか発売するようだから。そうですよ。スイッチ買います。スイッチはね。みんなスイッチ買います。お年玉で買いましょうみんな。スイッチね。あれだよ。最近新しいやつ出たじゃん。うん？スイッチだからさ、なんか安いけど。したいです。ん？なんて書いてる？で、話戻るんですけど、僕お年玉もらって、はい、漫画買ったんですよ。漫画ですか？はい、漫画買って、いいね、ワンピース買ったんですけど。ワンピース何巻ですか？80巻まで買って。すごい。そんなに続いてんだ。いやでもね、今ワンピース90なんだろう。5巻ぐらいやって、ワンピースさ、10人以上やってるじゃん、すごいじゃん。いいよね。いいなワンピース、全然読んでないけど、面白いだよな。いや、オタクが読まないっていうイメージが多くて。キャラクターとかね、そういうの覚えがもっと楽しい。ああ、すごいですね。漫画。なんかあれだよ、なんか12月からさ、1月の時期って一番大変じゃない？なんで？クリスマスもあるしさ、新年だし、大晦日があって、イエーイハッピーニューイヤーで明けましておめでとうで、俺は12時まで起きてようと気合を張っていましたが、11時ぐらいで寝た。バカ野郎。11時ぐらい寝て、朝起きて、あ、やらかしたって思って。もう12時かって私は思いましたけどね。なんかいざさ、夜更かしようって思ってできないよね。早く寝るいい子です、こうたくんは。早く寝るじゃなくて、疲れちゃうんだ。疲れていい子じゃん。疲れていい子。疲れて寝るのでもいいし、まあ早く寝る子はいい子です。でもね、学生の皆さんは冬休みとかも学校行ってる人多いんですか？あ、クソーって思ってる人もめちゃくちゃ多いのでは。明日から学校だよ。最悪じゃん。明日から学校だよね。なんかよ、久しぶりとか言ってやるのもいいし、明けましておめでとうって言って言うだろう。で、まあね、その中でさ、よくないようなテストとかさ。あ、やだ。冬休み後だから、なんかこの宿題の課題のテストみたいな。嫌ですね。あったりもだってね。小テストですか？小テスト。数学の年始テストみたいな。数学の課題があって、そのまとめっていうか、そのテスト。やだ。とても最悪。最悪ってな。新年ね。新年いいことも、お年玉とかおせちとかいろいろ楽しいことあるけど、学校始まったら最悪ですよね。あとちょっとでさ、あとちょっとで移動教室早くいいのよ。2泊3日行くからな。どこに？スキーしに行くんだ。スキー教室2泊3日。おお、いいじゃないですか。あね、スキーはね、まあ、小さい頃やってて、あのさ、Wii のゲームでさ、よくなんか板ってなんだ。板みたいな。ボードみたいになって、分かる人は分かるのかな。で、なんかよくさ、あのさ、スキーって言っていいか分かんないけど、雪のさ、競技でなんかさ、ジャンプするやつあるじゃん。あー、覚えてない。終わっちゃったね。まあいいや、そのゲームのことはまたね、話せるときはやっぱ話そう。いいね。でも新年ちょっとね、大事にしてください。はい、1年短いので皆さん頑張ってください。次回の放送は1月9日木曜日、19時半からレイクタウンでやるので、ぜひ聞いてください。めっちゃとち。聞いてください。はい、よろしくお願いします。いやー、じゃあ新年頑張っていこう今年。はい。恋人作れよ。そのこと言えないかもしれない。じゃあね。さよなら。恋は第一印象です。発声や話し方で人は変わります。変身したい人から声優志望まで、子供アニメ声優教室。